いきます。お、でもよくない。あお、春日さん、春日、はい、父親と初めてゴルフに行った話なんですけど、なんかどうやら息子とゴルフに行くっていうのはすごく夢だったみたいな。なるほど。ああ、初めて行った時にものすごいテンションが上がってるんですね、うん、そのウェアも全部新しいのを買って、うん、でドライバーもなんか買い直したりとかして、で、まあ、家までその実家から車で迎えに来てくれたんですけど、それもなんかもう1時間半とか2時間ぐらい先に早く迎えに来ちゃったりとかするぐらいも楽しみで、で、まあ、2人でゴルフで、その時私もゴルフ始めたてぐらいで、全然もうルールとかもあんまりよくわからない状態だったんで、父親としたらもう息子に教えてやると、そういうのもあれで、もうすごい意気込んでるんですよ。で、まあ、ゴルフ場着きまして、でしたらゴルフばっかここに置くんだとかいろいろ教わって、で今日俺がもう全部教えてやるからなと、でゴルフ場もちょっといつもね俺が行ってるとことは違う、ちょっといいとこ取ってるから、マナーとかもこの厳しいからなみたいなこといろいろ教えてやる。でまあ分かった、まあいろいろ教わって、でまあカートに積みまして、ゴルフバッグとでスタートする前にちょっと写真撮ろう、記念なんで2人でって言って、でまあデジカメ持ってきてまして、でこう探してもなかなかそのみんな働いたりとしてるんで、ゴルフ場の人がなかなかこっちに気づいてくれないんですよ。でダメだな気づかないなとか言って、で父親がもうバーッと自ら行って、ちょ写真撮ってくれよっつって、でちょっと怒り気味なんですよね、うん、なんかこのなかなか撮ってもらえないというのがイライラしたのか、うん、これだいたい見えてたよな、さっき目あったよな、うんうん、分かるだろ写真、こう2人でこうやってカメラ持ってんだからさ、でスタートの時間も迫ってんだから撮ってくれよみたいな感じで、そんな父親じゃないんですよ普段。結構真面目な普通のサラリーマン、30年以上やった父親で、もう意気込んじゃってそんな感じのテンションなんですね。でカメラをお渡しして、で撮っても普通に撮ってもらったんですよ。でじゃあもう行くぞ、もうスタートの時間迫ってるからって、で俺運転するからって、で結構運転するゴルフ場だったんですね自分で。で最初のホールに行こうってバーって行ってたら、なかなかつかないんですよ。あれっつって、あれゴルフってこんなに遠いのかなって思いながら、でもあんまわからないんで、うん、ゴルフ場のことが、その時は、ああ遠いんだなっつって、ああつって、10分ぐらいつかないんですよ最初のホール。そんなに広いのゴルフ場は、うん、って思ってるんですけど、なかなか聞けないですよ。うんうん、でパッて父親側見たら、もうなんかこんな感じになってるんですよ。うん、迷ってるんですよ。うん最初のホールを、うん、で、あ、これ迷ってんな、でもなんかどうしようかな、着くのかな、うん、そうやってまた3、4分5分ぐらい、うん、全然着かないですよ、うん、でも聞いたんですよ、うん、これあれだよね、迷ってるよね、うん、って聞いたら、うん、迷ってないよ、まあうん、もう怒っちゃったんですよ、うん、で、まあ、じゃあもうしょうがないから待つしかないと思って、うん、最初のホール着くまでこれ待ってたんですよ。したら 2,3 分してこうよしみたいなことを父親が、まあ、見つけたんでしょうね、うん、バーって曲がったらそのまま国道出たんですよ。バンバンドラッグダメなんですよ。ってなってこっちはそしたらもうダメだってなってレスキュー呼んで、そしたらレスキュー来てくれて、そしたらさっき写真撮ってくれた人が来て、その人にめちゃくちゃ怒られてた。さっき怒られてた。こんなことはないですよ普通は。すいませんって父親が目の前でもうすいませんって新しい親の父親が怒って、切ないな。国道叩く時あるからね、そういうとこあるから、そうそうそう、あるんですよ、彼はいいけど。これが滑らないです。8秒ずつあります。過去に何度もこういうことは、何度もね、やばいな。しゃあない、しゃあない。すごいな、ある種滑らない最高ですよ。滑らないあるあるやな、これ。くわ、すごいね。すごい。出るわな。よじき出るわな。こちらで以前僕が催眠術のマッサージをね、話があって、まあ、そのお店はもう残念ながらもう閉店してしまったんですが、うん、はい、そうなんですよ。って言ったのは小林さんと松本さんだけですよ。一応気にはね、すごい気にはな、興味あったってみたいなお話も伺いましたけども、実は僕が行く前に後輩が行ってたんですね、うん、その催眠マッサージに、うん、でその催眠マッサージに行った後輩のお話を僕が受けてから僕が行ったんですけど、うん、でその後輩がですね、
あのその催眠術の方にあのマッサージを受ける際にいろいろ言われたのが、まあ、僕と一緒で、まあ、まず何どうしてほしいですかと、うん、で一番最初に人気あるのが、男性側からの要望で女性になりたいと、催眠によって女性になって女性の気持ちで受けてみたい、うん、そしたら手がちょっと触れただけでもすごい敏感になる、うん、であとは自分が思ってるタイプの女性の人を直接言う、もしくは、今好きな人がいて、まあ、あのどまあ、芸能人じゃなくても一般の方でも好きな人がいるんでこの人とっていうような感じで、そいつはすごい、まあ、あのピュアな後輩で、自分が今一番応援してる女の子の名前を言っちゃったんですよ、うん、でその AKB の、うん、その小森さんっていう方なんですけど、その名前を言っちゃったんです。でもそいつはそういうことは全然関係なくしてまっすぐな気持ちで応援してたんですけど、急に言われたもんだから今思ってる一番の女の子を、応援してる女の子を言っちゃったんですよ。で分かりました言って催眠術バーっとかけて、で10秒あの数えますから10秒後に私が手を立てて目はつぶっててください、手を叩いたら、小森さんが必ずあなたの前に現れます言って10バーンってこうなって、あの相手は後輩は目つぶったままで、で催眠術の方が耳元で小森だよと、私小森だよ、AKB だよっていう感じでずっと言ってたんですでもこれをこの間も喋ったんですけど、まあ吹いたら終わりだと、うん、もう吹いた時点でもうこれはもうミニコント終了なんでしょう、うん、ガン乗りで、うん、あ小森さんありがとうございますみたいなことは後輩言ってたんですけど、そのおばはんが催眠のおばはんが急にちょっと待っててよって言ったらしいんですよ、うん、その部屋からドアパンと出て、うん、で閉めドア閉められて、でそいつはドアの音が聞こえて、あれどっか行ったなと思ったんですけど、うん、遠くの方でワーンって聞こえたんですよ、うん、これ絶対マック立ち上げてるんですよ、あの音もう情報もう情報ワーンあの音してるからあれに変わる音ないもんな、なかなかその部屋ではないですし、なんかもう1分2分ぐらいしたら、うん、ごめんよっつってドアまた入ってきたんですね、うんうん、そしたら耳元で、うん、じゃんけん負けたよって急に情報が薄いわ、ウィキペディアの情報しかないそこかとんでもないお前残念ながら閉店してしまったじゃんけん負けたよじゃあ行きます。あ、大好きだ。これちょっと6年ぐらい前の話なんですけど、はい、あのお正月 の、 あの新宿 の、 あのルミネ座吉本って結構みんなお酒飲んで1月1日とかやっちゃうんですよ、うんうん、その6年前はホッシャンが日本酒を飲んでずっともうずっと飲んでなんか酔っ払ってるんですよ、で1回目終わってまた1時間ぐらい合間ずっと飲んで、で2回目のもう舞台なんかもうボロボロですよ、言うて全然面白ないんですよ何言うてるか分かりませんし、ね、で、ほんで2回目終わってさ帰ろかいうぐらいに、後輩の吉本新喜劇の後輩で、空手の師範代をやってるやつがおったんですよ、はい、で星さんもうベロベロですからもう絡んでいくわけですよ、はい、で言うてその師範代に、うん、あごめんなさいね話言うてバッ言うてお前来いや来いややってんやろほらみたいな、うん、いやいやいいですみたいな、うん、いや来い言うてくれろ来い言うてねえみたいな、ほんであすいません言うてバッ全然言うてないそんな全然言うてない師範代かお前うるるるるはい言うてるよはい言うて、それを30分ぐらいずっと言ってたいやー先輩なね、ほんで30分後ぐらいに何思ったか、うん、ちょ蹴ってこいよお前ここ言うて、全然バンチねんかいたらええわでおらー言うて補助蹴ってるんですよ、でその後輩も痛い痛いみたいな、もう分かりました強い強い強いですみたいな、じゃあだけ蹴ってこい言ってくれんよお前は言ってまずバーン言うんですよバーンなって、だからお前はだから分からないんちゃうの蹴ってこい言ってバーン蹴り寄ったら、そいつその格闘家の血がパーン騒いだ急に足をバーン上げてここに干しちゃうほんなら急に干しちゃうこのままバーン倒れてまさかそんなうまく蹴るよお前、ほ
っさんいびきかいてるし、でうわー言うて、やばいよこれ言うて、ちょ救急車呼んで言うて、それでパッとそいつ蹴ったやつ見たら、もうこんななってるわけですよ。まだ行った感じじゃん、ジョン行ったろかみたいな、おちょっとやめとけと、お前何してすんねん言うて、ほんで星さん大丈夫か言うて、星さんバーッ叩いてたら、星さん言うて起きて何ほんでまあおじさん病院行こう言うてやってて、で僕もそれもう終わったから怖い思ってそのまま家帰ったんですよね。でもやっぱりその後輩のことが頭に来たんですよ、ちょっとやっぱりね、これ絶対言うたらなあかんなと思って、先輩の顔面を蹴って、あんなことしたらあかんと、これやっぱり言うとこ思って、僕そいつの電話番号知ってたら電話したんですよ。で、もしもし何々か、お前今日あかんやろ言ったら、あはい、みたいな。あはい、みたいな。いや違うわ、あれはあかんやんか、酔っ払ってても、それやったらもうかわしていったらええやんか、どっか行くとかなんかしてかわしたらええやんか。あ、プスプス。はい、みたいな。なんか、乾いたね。麺すするみたいなこと聞こえた。お前、焼きそば食うてんのかって。おい、今俺が怒ってるだけに焼きそば食うなと。お前ほんま明日、ちょ、覚えとけよ、言って。ほんで、僕、切ったんですよ、こうやって。腹立つ、思って。で、次の日もルミネあったんで、出番が、俺、言うたろう、思って、その7階なんですけど、行って、7階ピンって開いたんですよ。ほんで、言うたろう、思って、パーって行ったら、その後輩、こんなやっておるんですよ。おはようございます、みたいな。もうこんなんですよ。謝る気ゼロや。で、謝る気ゼロやし、格闘家やし、僕も、おはようございます。あかんでまあそんな話ね。危なかったね。危なかったですよ。ほんまに危なかったんやから。いきます。こっちゃん、はい、今年の夏なんですけど、僕の奥さんのおばあちゃんが亡くなったんですよ。はい、奥さんのお母さんのお母さん、で、まあ、結婚して何回かお会いしたことあるんですけど、すごいおばあちゃんで、そのおばあちゃんが、もうそろそろやばいみたいになって連絡が来まして、親戚中が集まったんです病室に。でおばあちゃんこう呼吸器つけて、もう意識がないですみたいになってたんですよ。ほんならこうお母さん、うちの奥さんのお母さん、おばあちゃんの娘ですね、耳元に行って、おばあちゃん耳元に行って、カムカムエブリバーディーっていう歌を歌い出したんですよ。それは、それお母さん何ですかって言ったら、ラジオの英語講座の第1回目ぐらいの主題歌と、主題歌だと。それ、私が子供の時に、よく歌ってもらったの、思い出の曲なのって言って、本当に、こう泣きながら歌ってあるんですよ。で僕らもこう囲んでる人らもこうなんかしんみりしても泣きそうになってたんですよ。それずっと本当に泣きながらお母さん耳元で歌い続けてたんですよ。じゃあ奇跡っていうか、おばあちゃんの目がパチッと開いて、あ、なんかドラマみたいって思ったら、うるさいよマジそれが最後の言葉です。こっからだ、はい、言い換えたんじゃなくて、はい、ドラマみたいにならんわびっくりしたんです。お母さんもなんか照れて、何よみたいな何がせっかくよみたいな、最後やや切れびっくりしました。これはすごい話ですね。じゃあ今度中学の夏休みの話なんですけど、今度は中学の夏休み、はい、暇すぎるので、友達と自転車で名簿を見て、可愛い子の家を見に行くツアーしようか。気持ち悪い、気持ち悪い、わからんでもないけど、はい、でまあ、この子にしようか、この子ええなって言って、まあ、この子やったら自転車行けるから行こうかって言ってるんですけど、まあ、僕らの道中での想像ではなんか綺麗な、
ね、あの洋風なとこに住んでて、まあまあね、ピアノの音でも聞こえてて、おばちゃんがちょうどなんか水やりかなんかできて、あら同級生の人中入ってなんかあれ用事みたいな、紅茶でも飲んでいたらなったらどうしようみたいなこと言って喜んで行ってたんですけど、着いたんがなんかあれここやんな、うん、ここでおてるって着いたんがなんかあの平屋の結構なんかボロボロの、うん、あのトタンとかが、はいはいはい、プラスチックのトタンが重ねた感じの屋根の、はいはいはい、家ってありませんか、うん、あるある、あのいきなりも正面に物干し竿があって、うん、古い家ね、はい、うん、どんだけタオル使うねんっていうぐらい干してるようなとこで、玄関の横にはボロボロ毛ボロボロの犬がくくってあって、そう犬の砂の届く範囲の中全部うんこ落ちてるんですよ。カラッカラッカラのうんこ、もうだいぶあるようなやつで、うわーって思ってたらやっぱり知らん人が来たから犬がハッハッハッ言って吠えてるんですよ。でうわどうしようどうしようって言ったらガラガラって開いて、捨てて子がヨレヨレのここ黄色い黄色になってるおじいが犬に向かってジャジャーって言って、それ見て僕ら二人無言で自転車 U ターンさせて、あの少年からちょっと大人になる。やかましいわ現実。何素敵にまとめとるの。階段登ったって、階段登った夏休みに、どうしました。さあどうしましょうか、これ難しいとこやね。どうでしょう、ね、我こそはっていうの、はい、いいね後藤君。あやっぱ序盤にこうパンとね。これですね、相方岩尾くんの話をさせていただきたいんですけど、本当にかわいそうなやつなんです。例えば道歩いてて、女の子が二人組ぐらいでこちゃ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 言うてるんで、うん、あんた行きや握手行っといでや、うん、あ岩尾もファンおんねや、うん、女の子が行きやあんたじゃんけん負けたやろっていうね、もうちょっと罰ゲーム扱いです、罰ゲーム扱いされるような男なんです、うん、顔も抑えてです、うん、で何年か前からですね、髪の毛が薄くなってきましてですね、すごい一時ハゲてたんです、うん、今はまあなんとか努力して戻りましたけど、まあひどかったんです、うん、まあハゲてました、でこれなんとか自分でも出せなあかんということで、中国にロケに行った時にですね、その上海の街で当時流行った101っていう、ものすごい流行るという噂になったやつをあいつもう8本買い込んでですね、ほんでカバンに入れてこれ2本で持ってって毛ボボになるぞということで空港行ったんですよ。ほんなら手荷物検査のところで向こうのそのね、税関の人がノーと、ダメだと、ダメだと、どうやら僕ら英語わかんないですけど、なんかこう引火性があるからダメだみたいなこと言ってた。でも岩は英語わからないですけど、これなんとかせなあかんからノーとNO! しかないんや。ニューヘアプリーって言うて。あの人は NO って言うたんですけど。そんなことをテレビで言ってたんですよ。言ってたんですよ。そしたら、岩尾君に一通の封筒が届きました。ファンレターなんですよ。岩尾さんへと。で、開けてみたらですね、小学校低学年ぐらいの女の子からなんです、もう本当に拙い字で「岩尾さんへ」と、みんなにいろいろ言われてますけども「私は大好きです」「これからも頑張ってください」うん、そして、うん「これを何かの足しにしてください」って言って封筒の中見たら、うん、紺色の毛糸が1本入ってる。どうでしょう、達人とかの話とか、井上達さんは新喜劇東京の人も知ってあるやろね、まあ、僕滑らない話で、まあまあ、合コンに行ったらついてきたおじいさん、わしじゃいけん嫌いね言うたら優しい、もう優しくて常識派で、もう人のことを思いやり、テレビ見とって事件のニュースとかあったら何考えとんねこいつは、
それでも母親かほんまに。もうそれ正義や。いや違う言います。それめっちゃ言います。それもうだいぶ分からへんけど達人あるあるとしたらもうすごい。すごい。弱々しいおじいさん。まあそんなイメージです。その人もしてようゴルフ行っとったんですよ。で達人僕の家の近くまで2メーターぐらいで朝来れんねん。でそっから僕の車に乗って一緒にゴルフ場へ行く。である時はショートコースだ時にまあ昔やからあの。キーを刺して回す、はいね、今やったらあのなんかねだからキー刺したままロックロックロックしてバンしまってもたら開けへん、はいはいはい、中にこのキー刺さったまま鍵してもた、はいはいはい、そんなんがしょっちゅうある時代やってんけどキー言ってね、そうやでその頃あの新規な1回目3時半とかそんなんやね2回目8時なんぼとかねだから朝ゴルフやって帰り劇場行って芝居して、うん、あなるほど朝にゴルフ行けるぐらいそう十分あったりね、うん、でその時行って、はい、回って帰ろうかとほんなら「あっ鍵あれえひょっとしたらパッと見たら刺さったんねやんか、うん、ああこれやったほんなら、うん、あのゴルフ場の人が、うんあ「ちょっと待ってな」とか言ってねなんか窓の隙間からこんなありましたね。やべったやつ、はいうん、これでとか言うたけどあかんかったやんおいや皆さんこれちょっとな難儀やこれ始まりはもうジャフ呼びましょうジャフ呼んでもうて、はいはい、10分15分ぐらいはなんか待ってるけど全然消えんねなんぼゆっくりやいてもいいよいいよあの出演時間になるしあいやいやでもその山の上から新喜劇のとこ行くまで優しい達人が、うんなんてメジャー慌てとったからなしゃあね、うん、メジャー今もうタクシー呼んで駅まであのタクシー行ってそっから劇場行ってほんで今日2回出番終わったらもっぺんまた電車をタクシー乗ってこう来て本当に来ないやん、うん、あそうだねしゃあね、うん、慌てたようあるからうん、うん、ってこう言ったからそうですねでも達人のあのカバンも中に入ってるんですあっ秋秋行くぞ何のお金やびっくりした開け自分開け自分自分絶対出てきました絶対出てきました必死にもうあんだけスローモーな達人があのだからそのものすごい常識あんのにあるハイキングの時にイノシシと遭遇して逃げる時に先輩前でこけたのその背中踏んで逃げたじゃあその新劇に伝わる話でなんか達人っていうのは師匠がいてはって、はい、で兄弟子と、達人と3人でなんかこう川の石がゴロゴロしてるところを3人でこう歩いてたんですってほんでその兄弟子が何や思ったんか知らんけど「よっしゃー！」って言ったんですってそれを聞いたもんやからもう師匠と達人と兄弟子はブワー走ったんですよそれやけど大きい石がゴロゴロしてるからブワー走ってる時に前走ってる師匠がこけたんですって、うん、師匠こけたのに背中踏んで達人の師匠が逃げてたんですって。いやもう恐ろしいよ助けへんかったほんでふっと振り返ったら小さいウリ棒がトコトコトコかわいいやつそういう話が慌てたらやっぱりちょっと豹変するような達人でございますいきます。あやべはい来たよっ僕がですね、小中高とずっと、野球やってまして、うん、そんで子供の時にですね、うん、阪神の真弓選手が僕すごい好きで、背番号7番っていうのがものすごい好きで、ずっと7番をなるべくつけてたんですね、うん、で芸人になる前社会人やってまして、そこの草野球チームに入りまして、僕は7番の背番号をつけて、うん、で日曜日にその練習試合っていうか、まあ試合があるんで、僕はその7番の背番号を着たままユニフォームのままこう会場に向かってたんですね、球場に、うん、そしたら対向車がですね、朝っぱらスーッて通り過ぎたなと思ったら、そのまま電柱にドーンって突っ込んだんですよ。うん、でうわ事故ったと思って、とりあえず僕寄せて、うん、その現場にバーって行ったら、うん、おじいさんとその娘さんみたいな人がもう「大変だ助けてくれ」みたいになってて、うんうん、うわ大変だと思って、僕いろいろこう救出作業っていうかこう椅子をやったりなんだりしてたら、うん、田んぼから野菜持ったババが出てきたんですね、こうやって「どうしたんだい?」って言って。うんうん、これこういうわけでやってましてって言ってバーってやってて、あそうなんだって言ったら、すごいその間野馬がすごいんですよ、渋滞になってて、そしたらそのうちでっかいトラックがこう進んでゆっくりしてたら、車が突っ込んでるんで電柱が倒れてるんですよ。そしたら電線がこうたるんでるんですね。そこに荷台をこう電線引っ掛けてブーンって走り出したんですよ。そしたら作業をしてる僕らの方に電柱がガーって倒れてきたら、さっきのババアが7番伏せろ
ものすごいでっかくて7番捨てろ7番じゃいいよ助かったと思ってそうかメガネならメガネ言われたやろですねこの場合7番や7番だったんででっかくやねでっかくな判断ワクちゃんはいじゃあ行かせていただきますはいこれ何年か前なんですけども僕と、後輩 の芸人とですね、はいはいまあ、女の子2人ですねちょっと飲む機会があったんですよ、はいはいまあ、コンパみたいなことですね、うんまあ、1時間盛り上がりまして、はい、で2次会カラオケまで行ったんですよね、はい、でそしたら2次会になったらその後輩が1人の女の子とものすごいいい感じになってるわけですよ、うん、なんかちょっといい感じで話してみたいな、はい、あこれはちょっと空気読まなきゃと思って、うん、僕はもう1人の女の子相手に話すみたいな、うん、そういうフォーメーションを取ってますありますあります、はいはい、でそれでやってたんですよでこっちはこっちで頑張らなきゃと思いながら、うんまあ、チラチラそっちを見ながらね、うん、やってたんですけどまあ全然盛り上がることができずにこっち側は、うん、女の子がもう寝ちゃう始末ですよ、はい、うわーと思って、うん、でチラッと後輩のを見ましたらまあさらにいい雰囲気になってますなんかもう距離がもうものすごく近くて、もうキスでもすんじゃねえかぐらいの感じなわけですよ。あ、これはすげえなって思いながら、それを見ながら僕、ちびちび酒一人飲んでたんですよね。そしたら、向こうの後輩が僕をこれ、チラッと今度見たんですよ。じゃあ僕一人じゃないですか。あ、これちょっとまずいなと。後輩が、僕先輩ですから、女の子寝られちゃって一人で飲んでると、これ気使うんじゃねえかと。なんか三人で話そうみたいになっちゃうんじゃないかと思って、まあ、そんな必要ないぞっていう意味でですね、合図を出そうと思って、この目で、こう。もう行けと行けと心の中でも行けと構うなっていう感じでやったんですよ俺に構うんだとやったんですよでも全然でもねまあ行かないんですよでチラチラやっぱりこっちの方を見るんですよ、うんはい、だからともういいから俺のことは行けってやったんですよそういう意味を込めてやったの、はいはい、でも全然行かないでさらにこっちのばっか見てしまいにはそのいい雰囲気をちょっとなんかやめちゃってでなんかそのままお開きになっちゃったんですよで何をやってんだって帰り道に後輩にもう嬉しいけども気使ってくれんのはそんな必要ねえんだぞと何度も行かなかったんだって言ったらいや何言ってんすか、あんなんされたらいけるわけないじゃないですかもう切れるんですよえ何って言ったら僕酔ってたんでしょうねその心の中で言ってるつもりの言葉が声に出して行けって俺のことはいいから行けって完全に言ってたんですよ僕それ行かれへんわねってどん詰めさせちゃって俺に構うな行けってはっきりしちゃう確かにかばってほしくて行け言われて来たら来たって台無しにそうやって怒られた中のそれが完全に映ったっていうそれはよろしくないですねそれは後輩的に使いますわまさかでした。なるほど。ありがとうございます。さあ、まだ出てない人もね、はいはい、いるんで、星が意外と。おーいいんですか？すごい。今、嬉しいけど。このね、最後の出るために古田さん、いいですかっていうのが。悪い本当に待ちに待ってらっしゃる。嬉しくてしょうがないです。さあ、結構、ケンコバさんとかプロレスを好きだからちょっと昔のだから今僕がやったのは40年前から30年前の10年間ですからちょっと昔ですけどいろんなことありまして例えば宴会になった時の一気飲みが嫌 で僕なんかは普通の人間だからちょっと飲むぐらいでいいんですけど僕はねメキシコのねあるプロレスラーのマンションで打ち上げがあった時に日本じゃないからいいだろうっていう感じで普段あんまり仲良くない外人レスラーなんかも一堂に会して中継が終わってメキシコシティ郊外のトレオデクワトロカミーノスっていうところの闘牛場でやった後にみんなでね集まったんです、はい、あるマンション、はい、カールゴッチとタイガージェットシンが、はい、ワインの赤ワインの一気飲みやって、はい、1ダース開けたんですやっぱり無冠の帝王でしょ、はい、片やこっちはインドのクルエルトラでしょ、はい、でこの2人がこう、ね、太い腕を交差させて、うん、赤ワインを1本ずつゆっくり回しながら飲んでいくんですよ、それで1ダース6本ずつ飲み干して握手してるんですよ、はい、でそういうのが日常茶飯であった時代なんです、はい、今のプロレスラーの方々はどうか分かりませんけど、はい、である時国内である県の
ちょっと田舎のところで興行、はい、生中継がありまして、うんうん、で終わってうわーっとそんなに大きな旅館じゃないんですけど2階の大広間を貸し切りの状態で猪木さん坂口誠二さん、はい、猪木さんの横に偉そうに俺茶坊主のように座っちゃって横にねこんな座っちゃってうわーっとレスラーがいてたまたま UWF、はいはい、まだ前田明が、はい、前田高田、はい、こういったところが新日にお礼参りのように参戦してきて新日対この UWF の対立図式でやってるわけですよ。でもまあ今日ぐらいはブレーコで仲良くしようかっつって宴会始まったんです。でちょっと UWF 側がやっぱりいろいろあったんでピキッとしたんですね、うん、じゃあ焼酎の一升瓶で生き飲みやるかみたいな話になって、で僕は内心怖いんだけど内心自分は部外者だからちょっと見てみたいと怖いもん、ちょっとドーッと運ばれてきてまた一升瓶を一本ずつ交差させながら生き飲み、これちびっこは絶対真似しないじゃないですか。マジなんですよ。これ絶対ダメです。酒ダメです、はい、こうやってゆっくり一気に一升瓶飲んでいくんですよ。でそれがね一気に6本ぐらいずつ開いたんですね。そしたらそっからベロベロになった状態から喧嘩が始まった。やるかこらみたいになったんですよ。もう本当の場外乱闘になっちゃったんですよ。そしたらやっぱりジョージ高野ってね新日にレスラーがいて、はいはいはい、彼はそういうところおとなしくていいやつなんですよ、うんうん、こんなところで口引きってバーンと殴ったり蹴ったりやったら本当に大乱闘だなと思ったのか、うん、でっかい床の間の床柱に3発ドロップキック入れてへし折ったんですよ。バーンバーンって何発もやって、でここのすねだったらえらいことになるから足の裏で3発やってギュッてひび割らして、でちょっとへし折りの状態入ったんですよ。でそれであんまりやりすぎたんでゲロ吐いたんですよ飲んでるから、ね、うわってゲロ吐いた。そしたらそれをしように喧嘩になったんですよ。で新日と、うん、あの UWF で殴る蹴るになったの、うん、みんな殴られながらゲロ吐いてるんですよ、で蹴ったりしながらまた吐いてるんですよ。したらうわーっと大量のゲロになって、僕ね生まれて初めて見ましたけど、大広間から踊り場に出てゲロが、でその板の間の踊り場から2階ですから1階の階段に向かってゲロが1段ずつずるっずるっずるっ、僕初めて見ました。それで殴るけれども流血したりしてるの。でそうこうしてるもうちょっと猪木さんねこれやめさせて、猪木さんちょっとカッコつけちゃって動じない感じでこうやってってる。もう向井さんやらせるしかないんじゃないですかみたいな感じで、そしたら旅館のおかみさんが泣きながらキャーって泣きながら這いつくばるようにして2階に上がってきて、僕と目が合ったら僕もプロレスの実況で売れ始めてたんで、こうレスラーが乱闘してるんでレスラーに声かけそびれて僕に向かって、ああ喋ってる古谷さんなんとかしてっつって、この2階だけでも修復する弁償のお金出して、猪木さん弁償のお金出してって言ってますよと猪木さんちっちゃい声で、古谷さん旅館ごと買い取っちゃいましたおかって言ったんですよ。ね、でそのおかみさんに旅館ごと買い取ったらいくらぐらいするって猪木さん言ってますよ、そんなの2階だけでいいです丸ごとだったら8000万って言ったんですよ。言うねこのおかみさんもと思って、さすが商売人と思って、そんなことしてるうちにもういい加減しろって坂口さんが言って、お互いに吐くは流血するわってなったんで、レスラーにしてみたらそんなに一大事じゃないんで、この旅館には申し訳ないけどあとは新日本プロレスよろしくと、だけどもう喧嘩はやめようってことになったね。で最後下に階段を降りながらみんなで降りて、あ俺も落ち着いてよかったなと思って、そしてもう俺がねちょっと呼んだんですよタクシーを、UWF が 5,6 人いたんで2台呼べばいい、大雨の日でしたけど旅館の前までタクシー2台待ってんの、じゃあもうっつって、その時はもう UWF の連中全員パンツ一丁なんですよ、ね、こんな筋肉もりもですごい体だったら若かったから、でその状態で俺が押し込もうとしたらタクシー乗ったら、そしたらまた前田明かなんかが坂口さんに向かって、本当に喧嘩は終わったんだから最後ゲームして帰りたいとか酔っ払って言うんですよ。でゲーム何かしたらふっと横にね、この旅館の1階のロビーのところに小祝りだかなんだか分かんないですけど、でっかい壺が置いてあって、観賞用の綺麗な壺で、これを持ってじゃんけんで勝った方が先行ということでパーッと走ってって敵方の相手の額めがけてバーンって打って、それでふわっと膝ついたら負けって、どんなゲームこれ、喧嘩じゃないですか、ね、坂口さんも変で、だったらそれ一回やって終わりにさせようって古田さん司会やってって言うんですよ。でも俺もしょうがないから前田明とジョージ高野で、それじゃあ今日って恨みっこなし、もうこれ喧嘩終わったんだから、このゲーム一回こっきりね、じゃんけんぽいって俺が司会やって、したら前田が勝ったんですよ。前田さんがで、前田じゃあ俺先行っつって、じゃあ行くよっつって、これ喧嘩じゃないからっつってガーッと壺を持ってタッ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 って走ってって、そのレスラー向かって新日に向かってバーンって額に打ったんですよ。そしたらバッと割れて、ツーッとまた額が割れて血が出て、スッと膝ついた。そしたら勝ったーって喜んで、これで終わり終わりノーサイドっつって、それで大雨の中ずぶ濡れでみんなパンツ一丁で
酔っ払ってっから1台目の車にね5人乗ろうとするんですよ。タクシーの運転手さんかわいそうですよ、ブルブル手震えてるんですよ。だけど無理やり2台に僕が押し込んで僕もズブルになって帰ってもらったって話なんですよ。すげえ、これ本当有名な事件でね、旅館1個潰したっていう事件、いろんな方の証言があるんですけど全員泥酔してて話が全然一致しない。唯一今真実です。すげえ、ようやく真実が明るみに出たわけや。なんでそこ滑らない歴史じゃないですか。なんでそんな、でも次の日の大会とかでみんなが普通にドロップキックしただけでなぜかみんな血まみれになると。どういうことやった、頭の中から瓶の破片がみんないっぱい出てきた。そんなすごい話。プロレスってやっぱりエピソードにこと書かないし。いやすごいよね。いやあ、はい、僕はあのコンビ名がよい子っていう、はい、名前で、あの E が旧から使いで、ちょっとあの年配の人とか子供にはちょっと書きにくかったりするんですね。でもあの番組のスタッフとかまあ書けるはずじゃないですか。で特番で一回一緒になったあのスタッフで、エンディングぐらいにあの結構振るじゃないですか、千原兄弟とか振ってくださいみたいな。で僕らの出番やなってとこに来た時にディレクターがバッて書いて、ひよこって書いて、あれ違うなーってガーって消してバッてめくって、ヨネコ、あ違うなーってまたバーって消して、いい子違うなーってなって、で出したのが締めっていうの。言ってくれへんねや。お前の知識の少なさで振ってもらってないんやみたいな。適当でええのに。ですね、長年の恋が実った話なんですけども、はい、僕こうやってテレビ出させてもらうたびにですね、このスーツ着て、伊勢丹の紙袋ですという、つかみをこうやらしてもらってたんですよ。でそれをこう言うきっかけになったのがですね、10年前に僕上京してきまして、でその時は普通のスーツでやってたんですけども、まあ、相方がある時東京はボケとツッコミちょっとパッと見ただけでわからなあかんと、お前なんかちょっとこう分かりやすいスーツを買ってこいって言われて、で僕原宿の竹下通りを歩いてましたら、ビジュアル系バンドの店がありまして、でこれが飾ってあったんですよ。ほんで僕関西出身なんで、伊勢丹っていう馴染みがあんまりなかったんですよね。ほんでただ単に派手なスーツやなと思って、これを購入したんですよ。ほんで初めてこれ着てライブ出て、で終わったらですね、お客さんのアンケートってあるんですけど、お客さん全員が伊勢丹伊勢丹伊勢丹って書いてるんですよ。でこれ何やって聞いたら、そういうデパートがあって、その紙袋の柄がこれとそっくりやと、あこれはいいこと聞いたと。で忘れもしない第1回 M1 グランプリの準決勝、はい、これも勝ったら決勝出れるという大事な舞台で初めてこれ着て、伊勢丹の紙袋ですって言ったんですよ。ほんでドカーン受けて、でそっから4分漫才したんですけど、まあ伊勢丹って言った時はまあ笑いのピークやったんですけど、つかみは大事って聞いてたんですけど、つかみすぎたという。はい、しばらく漫才始めてもお客さんがざわざわして邪魔やな。まあそういう現象が起こったんですよ。でもそれを引き換えにいいつかみをこれ得たなと思って、まあね、ずっとこう伊勢丹の紙袋言うてたんですよ。ほんで数年後、今田さんとか松平健さんが出てはるバニラ気分という番組に出させてもらうことになりまして、事前打ち合わせでですね、スタッフさんがそんだけ伊勢丹って言ってて、伊勢丹側から何か言われないんですかと、あそういえば何も言われないですね、あそしたら分かりました、こちら側で聞いときますんで、でその答えを本番で発表しますみたいな感じで、で本番になりまして、松平健さんが伊勢丹側から手紙届いております。で、カウカウの多田さんをどう思われますかという質問に対して、伊勢丹側の答えが、はい、そういう質問にはお答えできませんというすごいクールな返答やったんですよ。また松平健さんが読み上げたんで、なんかすごい怒られてる気分になったんですよ。でその時はまあへこんだんですけど、今年笑っていいともに出してもらった時にこのエピソードをちょっと言わせてもらったんですよ。ほんならですね、偶然伊勢丹の社長さんからお電話がありまして、いいとも見てましたと、電話口のものが大変失礼しましたと、
一回カウカウの高田さんにお会いしてお礼を言いたいっていう電話があったんですよ。すごい。で先日僕言い出してから10年越しに伊勢丹の社長さんに直接お会いしまして、あのいつもありがとうございますと言っていただいて、お礼に伊勢丹の紙袋をいただいて、まあね、十分だ。10年言ってきてこれかい。でもありがたくいただいたという、はい、ありがとうございますと思います。10年じゃあ言います。はい、大阪でずっとバラエティーを やってて、ほんで、東京に去年出てきたディレクターがいるんですよ。で、大阪でも一緒に番組やらせてもらったりして、プライベートでもこう付き合ってご飯食べに行ったり飲みに行ったりみたいな。でっていう俺とそのディレクター関係があるんですけど、そのディレクターと一番仲いい芸人が、フットボールアーののんちゃんなんですよ。のんちゃんとめちゃくちゃ仲良くて、それディレクター家族、奥さんいて、5歳の息子さん、2歳の娘さんっていう4人家族。今年の正月なんてハワイ旅行にその4人とのんちゃんが一緒に行くみたいな、それぐらいこう仲いいんですよ。で5歳の男の子がもうのんちゃんのんちゃん言って、もうすごい懐いて、でまだのんちゃんは東京で一人暮らし、トイプードルつくしっていうね、トイプードルを飼ってるんです。そのつくしをまたその兄弟が好きで、つくし君と遊びたい言って、のんちゃんの家行きたいとか言って、もうすごい仲いい。東京に引っ越しても落ち着いたんで、一回ジュニアさんも遊びに来てくださいよっつって、そのディレクターの家に俺行ったんです。5歳の男の子、お父さんと一緒に仕事してる人やっていうんで、テレビを見てくれてて、まあ5歳ですけど、しかジュニアさん、あこんにちはみたいな感じなんだけど、パパ今日はのんちゃん来ないのとか、えその日の夕方のんちゃんの家行って、そんでのんちゃんと一緒にご飯食べに行こうということで、夕方のんちゃんの家行く、やったーのんちゃんに会えるみたいな、まだのんちゃんのとこ行かないの、つくし君と早く遊びたいみたいなね、ちょっと嫉妬するぐらいの、もうちょっと俺しがんでよみたいな、全然まだ味してるでしょみたいな感じだけど、いやのんちゃんのほらもうぼちぼち行こうかー言って、のんちゃんの家行って、ほんで犬出てきて、うわつくし君とか言って、ほんでじゃあ焼肉屋行きましょうって、みんなで焼肉屋行ったんです。ほんで普通に食べてたら、のんちゃんがなんか座敷の焼肉屋さんで、なんか落としたかなんかで、パッて頭を下げたんですよ。ほんなら、まあもちろんみんなご存知の通り、もう思いっきり上げてるわけですよ、のんちゃん。その5歳の子、初めて見たの。その今までずっと見上げてるから、そののんちゃんのこれを初めて見たところを、俺、もろに見てもうたんですけど、5歳の男の子が、って5秒ぐらい、マジで意味わかるんですよ。あってなって、はあってなって、そうかもね、コースターをのんちゃんの頭頂部にこう当てられた。やらしてみてくれ。なんかそのサボジョもう見たくないっていうことがさ、隠さないとみんなにバレると思ったのか、なんかわかるけど、コースターでそれをずっとこう隠し出したんさ。ほらのんちゃん気づいたよ、何してんの、そっから何してんの、何してんのって言って、そっからそんだけずっとのんちゃんになっててた、その子そっからのんちゃんのことを毒キノコって呼び出した。すごい言うな。すごかったで、あの顔。そうそうそう。毒キノコこれ焼けてるよ。冷た。毒キノコ明日仕事なの。うわ怖い。毒キノコは焼けてるみたいな。そうやな。会話してくれるんですね。そうかでもそうかもね。こっから見ないか。はい。おお、ダブルでいきましたよ。それで純っていう男がちょっと頭が悪いというか、物を知らないんですね。で僕が「純さお前さ、いろいろ勉強した方がいいよ、言葉知らないとこれから大変だよ」って言ったら、ある日楽屋で本読んでたんですよ。あこいつはこいつなりに勉強しようとしてるんだなと思って、なんて本買ったのって言ってパッて見て、タイトルが「言われっぱなしはもうごめんだ」って。よろしくお願いします。
落語界の話ってのは我々の方はすぐ伝わってくるんですけど、あんまり世間に出ない話がいっぱいあるんですよ。で今東西交流が非常に盛んになって、で西の方から上方の逸話が来たという話 で、はい、であの人間国宝っていうと、あの東は亡くなった小三師匠、はい、で今、米朝師匠、はい、その息子さんが、小米朝から、はい、米男子になって、はい、師匠の名前を継いだわけですよ、はいはい、だからもう血筋としてはもうね立派なもんで落ち着いてて、落語もきちんとやってるようなイメージがあるんですが、案外そそっかしいって話で、講座から降りてきたんですよ。それで、ああ、なや今日、めまいするな、えらいめまいするな、と。で、着替えて、で、あの、鏡前でもって、コンタクト外したら、右から2枚出てきた。はい、コンタクトつけて上がるでしょ、だけど右に2枚は入れない、で喋っててめまいがしてしょうがない、そういうやつです、まだ彼のネタはいっぱいある、すげえびっくりした、はい、イメージないですね、イメージないですね、ありがとうございます、ありがとうございます、出るね、高校生ぐらいの時ってやっぱりあのすごいやっぱ性欲がありますよね。ありますあります。もう暇な時っつったらもうその自分を慰める行為をしてるような状態だったんですけど、はいはい、うん、やっぱだから僕もうティッシュの量が半端じゃなかったんですよ、はい、だからもう自分であの大きなもうこんなポリバケツを買って部屋に置いてたんです、うん、でもうそのティッシュ専用にしてたんです、それは、うん、でもうそれもう3日ぐらいですぐパンパンになっちゃうんですよ、うん、そうやっぱりだもうそのゴミ箱が、うん、それでやっぱそれをやっぱりお袋とかに見られるわけにいかないんで、うん、あの田舎だったんで、まあ、ゴミ結構焼くんで、うん、その大量のティッシュを3日に1遍ぐらい親がいないなと思う時にこっそり焼いてたんです、これぐらいのティッシュを、うん、じゃあティッシュでもそれだけの量があるとやっぱり湿ってますし、うん、結構つきが悪いんですよ、うん、それで結構もたついてたら、お袋が帰ってきました、はい、よし、あ、虫来ましたよ、どうしましょうかね、10に行くか、行きますか、はい、はい、うちの妹の息子甥っ子が、うん、今も小3なんですけど、うん、幼稚園ぐらいからもう何をそんなにっていうぐらいこのフジテレビの逃走中がめちゃくちゃ好きなんです、めちゃくちゃ好きなんです、今も小学校でもう逃走中大人気、オンエアの次の日には学校の先生がサングラス持っていくんですって、ほんでお昼休み時間に先生かけてハンターになって子供たちを追いかけて、もう子供たちくっキャって逃げて、もう大人気なんですよ先生もみたいな、その逃走中をもう DVD 全部持ってて、それをザーッと見るんですよ、でザーッと見てて、俺のことコージー、俺コージーやから、コージー、コージーは逃走中出ないの、逃走中出ないのっつって出てほしいっつって、その DVD を昔からのもうずっとコージー一緒に見よう一緒に見ようって、俺ちゃんと見たことなかったんですけど、それで見てたらいろんなルールあったら面白いなと、面白いなと思ってこう見てるんですけど、司令官みたいなドラマ仕立てのところがあって、あ、ね、あ、司令官が高地昇る、ね、はいはい、行けー言うてるところを清原さんが逃げてるこっちの DVD はピエール滝さんが逃げてる、こっちではいい絵が隠れてる、えらいもんで全員捕まってました、すごい、しゃあないやんな、それは、過去 DVD 見てて、しゃあない、ね、しゃあない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 、ビショール、ビショルブ、ビショールトキ、カカ大将、至福のイタリ。お笑い界の総合格闘技、ひとし松本の滑らない話、雷王は、明日の宴。The first
令和スベらない話スタートもちろん今宵語る話は全て実話である。人志松本の滑らない話。人志松本の滑らない話。それが初ということでですね、ね、まずは、初出場でございます講談師神田松之丞さん。松之丞さん、松之丞さんがどんな話をするのか全く想像つかなくて。あ、そうですか。で、先エレベーターでどんな感じですかって振ってみたら、はい、何言ってるか全然分かんなかった。分かったでしょ。分かりました。すいません。人もあでも本当になんかあの楽しみで、はい、人によく喋りはするんですけど、こういう感じの喋り初めてなん で、ね、独特の緊張感ありますね。ちょっとそうなんです。ちょっともうどうなるか分かんないですけど、ちょっと頑張ります。あ、よろしくお願いします、ね。さあ、そして前回の MVS アインシュタイン稲ちゃん、今日も調子ええわ。すごいね。いやいや、とんでもございません。君はいつになったら俺を慣れさせてくれるか。新鮮だ、毎回新鮮だわ。君はペリカンマンゴーみたいなね。ペリカンマンゴーよかったです。フルーツでよかったです。熟してます。熟してるのかな。さあ、よろしくお願いします。そして皆さんの隣一つ席が空いております。今からですね、2時間前に俺と大輔でオーディションをしまして、その中で面白かった一人が参戦することになりました。なんとですね、407人の中から選ばれた一人が今から登場する。すごい、はい、面白いです。面白かったね。面白かったです。あ、面白かった。さあ、それでは登場していただきましょう。オーディションを勝ち抜いたのはこの方です。どうぞ。滑らない話全国オーディションで407人の中からたった一つの枠を勝ち取ったつわもの。不気味な髪型、不気味な顔、不気味な喋りで笑いを起こすブリキカラス、小林梅山。いや、もっとゆっくり歩いてみていいで。お使い頼まれたときの距離や。そうだよ。これだけ先輩待たせてたら、ね、また緊張感と。さあ、改めましてブリキカラスの小林梅山。よろしくお願いします。なかなかもう見るからにやる感じはありましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか、さっき予選からもうそんな時間経ってないですけど。はい、あの今のところはいすごい嬉しいんですけど、ちょっとまだ居心地が悪いですね。大輔がえらい押してるから、これちょっと期待しちゃうんですよね。そうですね。いや、本当に面白かったです。レベルも高かったです。はい。ちょっと芯が足りひんかったような気がするんですよね。もうちょっと芯が。びっくりしたんです。芯が足りひん。もうちょっと喋るとなんとなく人は思うやん。その顔は何やねん。その顔、その顔なんそう何やねん。こんなの面白かったなんかもう一個なんかあるのかな。すいません、尺がもうちょっと足りなかったです。ごめんな。さあ、そして今回使用しますサイコロ、はい、星が3つございます。はいはいはい、星が出た場合は、うん、我々、この常連メンバー4人、はい、もしくはどうしてもという方は挙手で、はい、そういうことですよね。立候補で、これも急遽ですか、はい、今小林君から小林君にシールで貼らせていただきましたんでね。誰になるか分からなかったですから、急遽というか。そうですね。はい、じゃあもうよろしいですか。大悟も大丈夫。大丈夫ですよ。最近いろんな番組で手抜いてはるけども。すごいなそれ。そんなこと言うてわしにプラスあるかい。ないよ。ないよ。ないならなんでそんな言うよ。じゃあ行きます。はい、はい、
さあ、来ました。ああ、もう、小峠。うわっ。ちょ、待ってないね。いやいや、一番はちょっと嫌だなと思ってたら。あ、いや、そうです。そうですか。わかりました。まあ、1年ぐらい前ですかね、松本さんが、うん、はい、福岡の番組で、はい、まあ、ちょっと僕の実家に、そう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 、来てくれたことがあったんですけど、でも僕は福岡の、すごいもう本当に田舎で、はい、もう街灯もなく、もう真っ暗なところに家がパンってあるぐらいの感じなんですね。でそこで、まあ松本さんがこう、地元に来てくれて、でいろいろ回って、で最後の最後に実家に行くっていうのは、で、まあ、うちの、まあ、兄貴とか、まあ、母親、親父とかもいるんですけど、やっぱもうみんな、やっぱ松本さんが家に来てくれるっていうので、もうテンション上がって、で、もう兄貴ももうその日はもう仕事を休んで、ずっとこう、今か今かとこう、待ってたんですよね。で、まあ、夜7時ぐらいですかね、もう真っ暗なところに、まあ、その僕らのロケ車が、ボボボボボボボーンってついて家の前に、したらもう、兄貴は、来たと思って、そのエンジン音で、真っ暗な家の中から、僕をもうちょっと太らせた兄貴がスーってゆっくりカーテン引いて、で僕家の中でめちゃくちゃでっかい雑誌を買ってるんですけど、その雑誌が兄貴のここにヒューって顔出して、松本さんが何あれってなって、気持ち悪って、俺あれに今から行かなあかんのかって、いやお願いします、いや行かへん行かへん、気持ち悪いよあれって、いやまあちょっともう家族みんな待ってるの、楽しみに待ってる、ちょっと来てくださいよって、で待って入って、でまあロケ食卓に兄貴と僕で母親親父あとおばあちゃんがいて、でこういろいろ話をしてたんですよ。したら僕ん家の天井に多分ですけど、なんつったんですかね、室内干しをするための物干し竿をかけるなんか紐みたいなのが天井からこういう感じで輪っか状にこうかかってて、でそれを見た松本さんが、あれあれなんかの未遂ですかって言ったんですよ。面白いからやっぱみんなバーンって受けるんですけど、親父だけがいやすごい、輪っか見ただけでなんかの未遂、さすが松本さんだもうその瞬時に松本さんがやっぱもう今のこのボケをもう目の当たりにして、すごいなっていうのになってるんですよね。でまたバーって話してたら、今度はそのさっき言った雑誌がこう外に出て、ワン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 ってバーってめちゃくちゃ吠え出したんですよ。だからおばあちゃんがちょうどいなくて、その時に松本さんが、あれ今のおばあちゃんですかって言うんですよ。やっぱみんなブワーって言われるんですけど、親父だけがこの感心の仕方ないよ今って、ね、犬の鳴き声で最後松本さんがちょっと小峠のちっちゃい時の写真見たいんで、ちょっとアルバムかなんか、お母さんありますかね、そしたらまあ母親が持ってきて、で僕0歳の時の写真とか1歳ぐらいだったんで、全部母親が僕をこう抱っこしてるんですけど、まあ僕メインの写真だから全部ここで切れてるんですよね、写真が。な松本さんが、お母さん昔風俗なんかやられてたんですかって言ったら、また親父がいやちょっと待てと、嫁が風俗で働いてたって言われてたんだよ、何がハーではねえだろっていう。お父さんで、おばあちゃんもなかなかぶっ飛んでてね、おばあちゃんでっかいテレビこの辺の距離でお好み焼き焼いてんの見てたグルメ番組じゃあ、行きまーす、はい、さあ、行きますか、これはどうしようかな、ちょっと僕が決めていいですか、はい、大輔で行こうかな、はい、顔なんだよ。いや嬉しいなと思いまして。息子が、2歳半ぐらいですから今からまあ、5、6年前の話なんですけど、うん、僕の家族、嫁と子供とでうち の, 実の親父とで4人でどっかこう旅行行こうって決まって、でどこ行こう言って、山口県行こう言って、行ったことないとこ、うん、で行ったんですよ。で旅館着いて、この辺なんか面白いもんないですかって言ったら、近所の駅にSL の山口号っていうのがあって、それがちょうどあと1時間後に来ますよ、それ見てきたらどうですかってなって、血出張るみたいな話になって、で僕もちょっと他局なんですけど声だけのやつで出ることになってるみたいなことをなんか
知ってはってかそんな話になって、で最後別れ際にあの聖子によろしくって言われたんですよ、松本隆先生に。いやそんなこと言われても俺もそれ連絡先も知らんし、その聖子さん知り合いじゃないし、会えるとも思わへんし、これどないしてこれ無理やなと思ったんですよ。松本隆先生の連絡先も知らんし、でまあ一応まあまあはい機会あればって言ってたんですけど、で紅白当日になって、で自分のコーナーはまあ割と早めに出ていかなあかんかったから終わったんですよ。で終わって帰り際に NHK のなんか通路みたいなとこでたまたま角から松田聖子さんスタンバイで曲がってきはったんですよ。うわこれはあやっと言えるわ思って、あの聖子さん松本隆先生があのよろしくお伝えくださいって言ってありましたって言って言えたわ思った瞬間、聖子さんが ありがとうございます、先生にもよろしくお伝えくださいきついわ、続くな、いやもうそれもうそれ荷が重いと知らんしわしを何や思って誰でやれや何曲も作詞して愛叱られたやるかでもあるな、そういうことあるからな、まあまあ、今度おたらみたいな一応それ継続中ということで、ね、さあちょっと星が続きますのでね、そろそろ違う人ね出てほしいな。出た、バカリズム、はい、学校で習うことって、はい、後々社会に出て役に立つこともあれば役に立たないこと、sáng nay vô số lá vàng bay, người gái trinh kia đã chết rồi, tôi với nàng ấy chẳng biết nhau mà tôi thương tiếc, bởi vì đâu chiều về chậm chậm trong hiu quanh trên cành bao tơ liêu kéo nhau chạy xuống hồ, mây xám bay bay làm tôi thấy quanh tôi và tất cả một trời chín khăn xô, sáng nay vô số lá vàng bay, người trinh nữ ấy đã xa lìa cõi đời, có một chiếc xe màu trắng đục, hai con ngựa trắng xếp thành hàng đôi, mang theo một chiếc quan tài trắng với những bông hoa buồn hoa cũng rủ sâu, theo bước những người khăn áo trắng khóc hồn trinh trắng thương mãi khôn nguôi, chắc đêm qua giữa gối nệm êm nàng còn say giấc mơ hoa gối mềm, giấc mơ có một thời xuân nồng, một trời xuân sắc đến tận ngàn cây, sáng nay nàng đã lặng im, nàng đã lặng im ngừng trôi trong buồng tim, sáng nay người mẹ già kia đã vội vàng cuốn tấm khăn lên đầu bầy em, đau thương đã bao năm rồi mẹ còn đâu nước mắt, thương bầy em thơ những môi non từ đây chẳng còn gọi chị ơi, một người lạnh lùng trong đêm dài đi mặc cho mưa gió ướt vai lạnh buốt hồn,
trong bóng đêm đen chàng sao xuyến như say dạ thấy mềm chàng vươn tay níu hư không chắc đây trong số những người quen đã bao nhiêu năm tháng ấp ôm một mối tình cách đây ít hôm người láng giềng hay tin chàng toan tính đến chuyện hợp hôn một người lạnh lùng trong đêm dài đi mặc cho mưa gió ướt vai lạnh buốt hồn trong bóng đêm đen chàng sao xuyến như say dạ thấy mềm chàng vươn tay níu hư không chắc đây trong số những người quen đã bao nhiêu năm tháng ấp ôm một mối tình cách đây ít hôm người láng giềng hay tin chàng toan tính đến chuyện hợp hôn những lòng nàng tựa con thuyền bé đã đắm nghìn thu ở suối vàng. We'll be right back.
Thank you.